はい、どうも誠です。今回はね、ワニマのアゲインの解説をしていきます。チューニングレギュラーチューニングの、BPM が、194ですね。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、ちょっと隣の部屋の住人が変わりまして、ちょっと非常に壁ドン率が高いんで、ちょっといつもより声を絞り目でいきたいと思います。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。この曲ね、非常にワニマっぽい、あのメロコアパンクとかでよく使われるコード進行になってるんで、はい、めっちゃキャッチーで聞きやすいと思います。はい、じゃあ早速イントロからいきます。イントロは基本的に全部、パワーコードですね。ルートの音と、あと5度の音で、僕は、オクターブ上の音も足してます。基本的にこの3つで弾いてます。はい、じゃあ一回ちょっと弾いてみます。まあ、気をつける点としては、まあ、リズムが全部頭で取ってるので一発白玉なんで、まあ、しっかりこう、まあ、足とか、まあ、手でリズムをキープしながら弾くことですかね。って感じで、じゃあちょっと下にタブ札すんで一回ゆっくり弾きます。じゃあ次のパートをやっていきます。はい、ここは全部オクターブ奏法ですね。まあ、途中ちょっと早くて難しいとこあるんですけども、もう基本的に動きはシンプルなんで、口で言っていきます。オクターブなんでルートの音とオクターブ上の音で、後の音は全部指でミュートしてます。じゃあ今回もルートの音をフレットで言っていきます。最初が5弦の7フレットから始まります。で、1個下がって5フレットです。で、また1音下がって3フレット。で、次半音下がって2フレット。基本的にこれの繰り返しです。はい、ここもね、さっき言ってた、移動の時にチャクってカラーピーキング入れるやつですね。割と歪みを少なめにして歯切れよくなる感じでやる方がいいと思います。はい、で途中ね、かなり速くなる部分があるんで、はい、ここの16部の連打ですね。ここは最初かなり難しいと思うんで、まあ、できなければ全然って感じで切ってもらっていいんで、で、まあ、かなりゆっくりやると、って感じでやってます。はい、最初一発弾いて、でその次に、ミュートしながら、右手ブリッジミュートの形で低い弦をで弾いてます。はい、まあ、普通にカッティングでやってるかもしれないですけど、ちょっと細かいニュアンスが分かんないんで、まあ、これで大丈夫と思います。はい、その続きなんですけども、一緒ですね。
一発目一周目と同じことして、で最後に、5弦の7フレットで最後9フレットに行きます。はい、イントロはこんな感じです。はい、じゃあ次 A メロに入っていきます。はい、ここブリッジミュートなんですけども、194って結構早いんで、慣れれば全然いけるようになるんで、ここの腕の筋肉結構最初疲れると思うんですけど、根拠よくやってれば多分そのうちできます。クリック鳴らしながらもうひたすら、ってやるしかないですね、もう。コツっていうか、あまり力は入れてないですね。結構こう力んでこうやっちゃうとかなり疲れてくるし、リズムキープも難しいんで、イメージとしてはこのよく言われる鍵刺してガチャって開ける時の動きですね。だこう弾くっていうよりかは、こう弾くイメージですね。極端に言うとね。全然、こうですね。こう。指先のこの力で僕はやってます。現在、手首ら辺でやってる人もいっぱいいるんですけども。はい、じゃあ下にちょっとタブ譜出してゆっくりやってみます。はい、パンクとかやるなら結構多く出てくるフレーズなんで、フレーズというか技術なんで、早めに習得した方がいいと思います。全然これより早い210とかでやる人もいてるんで。はい、じゃあ次 B メロいきます。はい、ここもパワーコードだけですね。これもシンプルなんで、下にタブ譜コードを出します。はい、ごめんなさい、最後の部分ブリッジミュートでしたね。って感じです。徐々にこのブリッジミュートを解放していく感じですね。はい、じゃあ最後サビやります。ここイントロと一緒なんで、ちょっと一回軽く弾く感じでいきます。
はい、もうイントロと全く一緒なんで、コード進行も、パワーコードも。なんでここはもう解説なしで、いきます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。ちょっとね、声のボリュームがちっちゃいんで、ちょっとそこだけ不安なんですけど、まあ、大丈夫でしょう。じゃあよかったらまたリクエストお待ちしております。ちょっとね、最近かなり頻度が下がっちゃって、申し訳ないんですけども、まあ全然続けていく、まあ全然やめるとかは考えてないんで、まあまたこれからもぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ下の概要欄に各種 SNS の URL と、よかったらまたチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。